Thank you.
雲の巣が… うわ、ベトベトするよ。 まずい、こんな状況で襲われたら抵抗なんてできないぞ。 あ、タクマ、あそこに光が。 本当だ、光が見えるぞ。 アグモ、急ごう。 アグモン、大丈夫か？ ベトベトになっちゃった。 まあ、怪我とかはしてないみたいだな。 それで、ここは… ピアノ…楽譜… もしかして音楽室か？ タクマ、誰かいる！ うわっ、幽霊！ 見つかっちゃったな。 人間？ じゃあ、早くこの学校から出て行って。え？あいつらを刺激しないでよ。 あいつらって化け物のことか？ そう、襲われたら君たちや抵抗もできない。 出ていくなんてできないよ。仲間がさらわれたんだ。どうしても助けたい。お願いだ。何か知ってるなら教えてくれないか？ 何？お姉ちゃん。 はあ、分かったよ。 あいつらのことを教えてあげるよ。 本当か？ お姉ちゃんがそうしろって言うから。 襲ってきたのは大きい雲みたいなやつで、 最近いきなりここを住処にした親玉気取りのやつだよ。 それって毒蜘蛛だな。 あいつは嫌なやつだぞ。 あいつらの住処は体育館。 でもそこは蜘蛛の巣で塞がれてる。 僕たちじゃ開けられなかった。あいつらは天井裏とか床下を通って学校中を移動してるんだ。あいつらが使ってる通路への抜け穴が食堂の床下にある。探してみて。食堂？そうだったのか。教えてくれてありがとう。あいつは獲物をさらっても すぐに殺したりしない。でも獲物から食事代わりに精気を吸い取るから、時間が経てば弱って死んでしまう。助けるなら急いだ方がいいよ。あ、わかった。さらった獲物を取り返そうとするなら気をつけて。向こうも抵抗してくるだろうから。 僕たちに戦う力はないけど、
隠れていれば大丈夫だよ。本当にそうなのか？君たちは何者なんだ？僕たちはただ平穏にいたいだけ。わかった。それじゃあ君たちはここにいてね。僕は行くよ。教えてくれて本当にありがとう。食堂へ急ごう、アグモン。わかった。ここに体育館への抜け穴があるのね。ああ、そう言ってたけど。あった。本当にあったぞ、抜け穴。こっちはどうだ？抜け穴ってのはあったか？だから俺一人置いていく気かよ。なんだよ、亮。一人でずっと教室にいたくせに。今度は俺らと一緒がいいのか？うっせえ。なんかクモの巣が増えてきて、状況が変わったんだよ。二人とももう少し落ち着け。クネモンだってこんなに冷静なんだぞ。クネモンはこれ冷静なのか？ミノル、リョウ、見てくれ。これで葵さんを助けに行ける。ここを抜けるときっと化け物と戦いになる。みんな覚悟はいいか？もちろんだ、タクマ。当たり前だぜ。いざ決戦だ。おい、俺も行くからな。こんなとこで一人にすんじゃねえぞ。急がなきゃ。待ってて、葵。ラブラモン、先に行ったら危ないって。僕たちも行こう。おう。やっぱり動きにくいな。気をつけて、もうすぐ出るよ。ここが敵の住処なんだ。いた、葵よ。葵さん、やべえ、マジで捕まってる。
臆するな、二人とも。クネモンの闘志を見習え。無事なのか。くそ、ここからじゃわからない。早く助け出さないと。でもどうすれば。何ぼーっとしてるのよ、行くわよ。あ、待って、ラブラモン、一人で行っちゃ。しかないな。みんな、行くぞ。改めて向き合うと、でかいし、強そうだ。でも、待てよ。どんなにでかくても雲だよな。タクマ、教室で手に入れたあれ使えるかもしれない。あれか、アルコールランプ。こいつでどうだ。タクモン、火をつけてくれ。ビビーフレイム。どんどん燃え広がってるぞ。このまま倒しきれるか。って、そうは都合よくいかないな。でも、いいぞ、敵は弱ってる。俺が行こう。私の番ね。ああ。
よし、俺が行こう。行こう。俺が行こう。スクラッチスマッシュ。行こう。スク
ラッシュスマッシュ。アクモン、ラブラモン、大丈夫か？タクマ、僕、動けないよ。怖くない、怖くない。まずいよタクマ、あいつ仲間を呼んでる。仲間がいるのか。マジかよ、一匹でもこの迫力だってのに。こんなところで終わっていいはずがない。僕だけじゃない、みんなの命もかかってるんだ。この捕まってる仲間を絶対に助ける。葵さんを助けたい思いはみんな同じだ。僕たちも精一杯できる限りの力を出すんだ。行くぞアクモン。絶対に助けてあげる。そんなタクマの気持ちが僕を、どうしたんだアグモン、様子が。こんなにピンチなのに力がみなぎってきたかも。でね、タクマ、おいら頑張るよ。このティラノモンがね。ティラノモン、の番だね。
俺が行こう。番だね。よし、俺が行こう。オイラの番だね。よし、俺が行こう。オイラの番だね。それぞれ。俺が行こう。オイラの番だね。俺が手伝おう。
俺が行こう。オイラの番だね。これで元気になってね。私の番ね。俺が行こう。オイラの番だね。先を急ぐぞ。怖い敵だったな。よく頑張ってくれたよ、ハグモン。それにラブラモンも。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。あ、葵よ。そうだ、ぼーっとしてる場合じゃなかった。葵さん、大丈夫か？おい、これもうダメなんじゃ。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで寮も手伝え。葵、今行くよ。待っていろ。キュッ。葵大丈夫？ラブラも助けてくれたのね。ありがとう。あなたに助けてもらったのはこれで二度目ね。何言ってるのよ。私だって葵に助けてもらったんだもの。それにタクマ、アグモン、一緒に戦ってくれてありがとう。タクマくん、私を助けてくれたのね。こんな怖いものに立ち向かって本当にありがとう。タクマくんってとっても頼りになるのね。いや、僕だけじゃないよ。ラブラモンだってアグモンだって助けてくれたんだ。本当、アグモンもすごかったわ。急にものすごいパワーアップしちゃって。ああ、それなんだけど、姿が変わったのはこれで二度目だよね。それってどうなってるんだ？うん、全然わかんない。まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため、つまりさっきの戦いのためだけど。進化か。アグモン、どうやって進化したんだ？さあ、僕もよくわからない。タクマの強い思いが僕の中に流れ込んできたんだ。タクマの気持ちに応えたい、そう思ったらさっき進化したんだ。つまり強い思いがあれば進化するってことか？要は
心の絆があること、パートナーってことね。パートナー、それなんかいいね。しかし心の絆か、原理はわからないけどちょっと思い当たるな。さて引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。本当だよ、ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。さーてと、あのでかい雲の怪物は倒したし、雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒愚問のこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ、外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。たくま、僕もクタクタだよ。私もよ、疲れちゃったわ。気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね、みんな今日は休もう。